あとこいつらですね。もういいぐらいやばい。え、俺こんないい勝負になると思わなかった。マジか、びっくりだわ。うわ、これやべえわ。はい、どうも皆さんこんにちは、ネイチューブのサマーです。アシーです。中華料理の中で最も美味しいとされているのがエビマヨです。プリプリのエビと少し甘いマヨネーズベースのタレが絡み合う、あの美味しさは何物にも変え難いですよね。しかし唯一無二とさえ言われる神の料理に対抗できる料理がこの世界には一つだけあります。お、皆さんご想像の通りセミマヨです。特に美味しいとされるセミの幼虫を贅沢に使ったセミマヨは昆虫食の中でも、ま、トップだと私が今決めました。ということで今回はエビマヨとセミマヨを食べ比べてみたいと思います。あなたが決めたのね。お、いた。お、まさか。おー、幼虫ゲット。お、いるじゃねえか、ここに身が入ってる。あ、死んだふりか。あ、動いてる。いるじゃねえか。いたよ。これどうすりゃいいんだろう。すごい上。やば、わかんない。やばい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 、ちょっと首とかについてきた。アッシーの車に持って帰ろう。俺の車で結婚飛行させるか。なんかあのハリー・ポッターのさ、うん、たくさんの羽の生えた鍵の中から。あー、あー、多分あれ秘密の部屋だよな。ハリー2に乗って。幼虫マジで暑い、ね、めっちゃ取れたね。20匹ぐらい帰ってきた。調理します。はい、じゃあまず普通にエビマヨを作ります。とりあえずね。あっ、おお、すごい、うまっ。どうする、見栄え的に尻尾残す。ああ、残そう。どっちがセミか分かんなくなっちゃうかもしれないけど。さすがには取る。エビマヨとさ、うん、セミマヨの違い、うんうん、この調理工程もエビマヨはだるいっていうのがある。ああ、やばい、それはちょっとでかい、ね、セミ有利だぞ。でしょ、あんなん捕まえて、うん、お金かかんないからね。給料日前の大学生とかもエビマヨ食いてって時に代用品になる。ちなみに今日俺セミ初めて食べるから本当に楽しみなんだよね。ああ、そっか、マジで楽しみ。よし、巻き終わった。お疲れー。到着して天ぷら粉で。いいね、綺麗な油。綺麗な油だ。やりと、あ、いや、なんか青いさ、え、汁が、あ、この辺はもう、あと少しよろしく。やだやだ、俺まずガスコンロはやりたくない、本当に。お願い。やだ、だってやる人いないじゃん。いや、お前がやれ。なんか節足動物は赤くなるらしいね、反応すると。あ、そうなの。ちょっと調べてさ、うん、解説動画入れといて。分かった。じゃあこの辺で。アシエモン教えて。アシエモン、皆さんこんにちは、僕アシエモン。今回はなぜエビは加熱すると赤くなるのかについて説明する。エビを加熱すると赤くなるのはエビの体に含まれるアスタキサンチンという赤色の色素が関係しているんだ。このアスタキサンチンはヘマトコッカスという植物プランクトン由来の色素なんだけど、そのヘマトコッカスを他のプランクトンが餌として食べて、それをエビが餌として食べることでエビの体内にアスタキサンチンがどんどん蓄積されていくんだ。でもさ、
ただでさえ美味しいエビが海の中で赤なんて目立つ色をして生活してたら、いろんな天敵に捕食されやすくなっちゃうよね。だからエビたちは体が赤くならないよう、体内でアスタキサンチンをタンパク質と結合させることで、あえて灰色や茶色のようなくすんだ色にしていると言われているお。よってエビを加熱すると赤くなるのは、アスタキサンチンの赤い色素を変色させていたタンパク質が熱によって剥がされてしまうからなんだ。タンパク質は熱に弱いからね。ちなみにサマーは、節足動物は加熱すると赤くなるって言ってたけど、それは間違いだお。節足動物に分類されるウナムシやダンゴムシは、前にアッシーとサマーは調理したことがあったけど、火を通しても赤くはならなかったよね。たとえ節足動物であっても、食物連鎖の過程でアスタキサンチンを摂取していないと、火を通しても赤くならないというわけなのさ。すごい大量。これすげえよ。いやもうこれだけでも美味しいよ。エビは味が保証されてる。で、あとこいつらですね。もういい。やばい。下処理しなくていいからな。それ大事。した方がうまいのかもしれないけどね。何すんだろう、するとしたら。土を落とすぐらいじゃない？あ、洗ってねえな。そういや、そうじゃん。一枚は同じだ。泳いでるわ。ちっちゃ。ちっちゃい。量が全然違えよ、ね。ちょっとボリュームが違いますけど。マヨネーズはあればあるだけうまいです。いけーいけー。はちみつ、うわ、おいしい。おいしい。うん、ねえ、これバルサミコ、うん、赤ワインでしょ。うん、あ、出た、蜂蜜。うん、はい、完成しました。はい、マジでうまそう。いや、これやばいな。これやばいね。いただきます。いただきます。食べたすぎて。あ、じゃあセミから？まあ、絶対にうまい方からいこうか。うん。セミだね。はい。はい。そりゃそうよ。初めてすぐ食べたなぁ。うん。うまっ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 。エビじゃない？うまっ、エビだわ。これわかんねえぞ。わかんないね。こんだけコーティングしてさ。エビですって言われてもエビだよ、これ。ってことは結構味強いね。うん。主張が強い。今回濃い味付けだから。これ俺一人暮らしだったら家に冷凍保存しといて、定期的に食うぞ、うん、つまみとかで。いただきます。いただきます。うまいわ。うん。負けてないな、セミ。もう味の濃さ的には全然勝負できてるよね。ていうか、なんかエビの味濃いのは、うん、セミの幼虫な気がする。うん、ね、わかるね。こっちはね、優しい感じ、なんかまあプリプリ感はある。うんうんうん、エビの方が。あ、そうね。こっちはマジでエビの風味ガンガンに詰まってる感じ。わかるわ。俺こんないい勝負になると思うのか。オープニングあんなこと言っときながらふざけてただけだもん、これ。昆虫食捨てたもんじゃないよ、マジで。セミやるやん。めっちゃ美味しい、これ。めっちゃ美味しいよね。これすごいよ。お店出せる。お店出せるよ、本当に。皆さん、こんなたくさんのエビマヨ食えるの幸せだよ。いや、ね。マジで。なかなかないよ。やっぱエビ高いから、うん、笠町でセミ入れるのもありじゃん。
あんま傘ないけど。確かに。この、お湯的に抜け殻がさ、抜け殻とか外の殻が、噛み切れなくてなんかこう、残るのかなとか思ったんだけど、うん、全然そんなことない。全然ない、うん。エビよりエビしてるわ。すげえな。エビがセミなんじゃないかな。でもこれスイーツチリソースを使うっていうのは結構、昆虫食に限らずさ。うん。普通使わないのかな、分かんないけどさ、めちゃくちゃうまい、このタレ。うまいよね。うん、ガチうまい。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、うまかった。うまかった。これ、多すぎたんで、エビマヨは残します。はい、あとで食べます。え、何点何点？いや、正直どっちも100点だけど、うん。いや、白黒はつけれない。あー。どっちもいい。え、俺もさ、どっちもいいなって思ったんだよね。うん。ってことはさ、調理の手間を考えた時に、ああ、そうじゃん。セミに軍配が上がる気がするんだ。まさかのセミ負ける。うん。あ、セミじゃねえ、エビか。エビが。いや、代替品としてはマジでありだと思うんだよ。うん、即席、即食というか、うん、エビをすぐ食べたいって人は、蚊に刺されながら外に公園に取りに行って、夏はね、夏はね。夏はもうエビ食い放題みたいなもんだ。そうじゃん。食料不足だからとかじゃなくて、うん、味的にうまいから食べた方がいい。うんね。だって見た目あの、エビとセミ大して変わんないからね。でも気持ち悪さで言ったらなんならエビの方がキモい。キモいよね。あの、同じようなさ、顔の見た目でさ、うんうんうん、さらにブニブニしてる。そう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 。キモいよな。くせえしさ。だったらセミ食えるはずなんだけどな。うん、なんか先入観があるだけ。うん、そう。あと多分慣れだよな。エビ。虫っていう枠がこう、そうそうそう。抵抗あるだけでさ。それで食材を逃すのは本当だよね。はい、ということで、本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。この動画を見た人はチャンネル登録、高評価、セミチリセミマヨセミマヨやらないと不幸が訪れます。すいません、呪いをかけております。ではまた次回の動画で。さよなら。さよなら。